シークレットベース K ステーション、ミニミニ。皆さん、シークレットベース K ステーションミニミニへようこそ。隊長の近藤かな子であります。この番組ではリスナーの皆さんは隊員さんとなります。そして私が隊長です。隊員の皆様はぜひ番組にメールを送って、この番組を応援してくださいね。よろしくお願いします。さて、もう6月も半ばになってまいりました。梅雨のね、梅雨入りのお知らせがどんどん、梅雨入りしたよっていうね、お知らせがどんどんね、日本のこう沖縄の方から徐々に上がってきてますよね。はい、もう梅雨になると私は悩みがさらに増えてしまいます。やっぱりね、髪の毛くせっ毛なんですよ。もう湿気がねあると髪のうねりが気になって髪の毛セットしても巻いてもすぐ取れちゃうんですよね。もわもわもわってしちゃうし、もうだから嫌になっちゃってしょうがなくって、宿毛矯正をかけても癖が強いところとかはもうなんだろう、2日3日で取れちゃう、元に戻っちゃう感じなんですよ。だからね、その美容師さんに前髪作りたいけどうねりが気になってって話したら、もう前髪は諦めた方がいいですねって言われたんですよ。美容師さんがそんなこと言うの?みたいな、ちょっとショックを受けつつ、あ、そうなんだと思って、今ちょっと前髪も伸ばしてちょっとワンデンみたいになってるんですが、いや、なんかやっぱりね、もうちょっとこう今前髪が顎下よりね全然長く出ている状態なんですが、もうちょっとね前髪は作ろうかなと、あの短めな、あの目の下には行くけれども、ちょっと巻いておしゃれができるような感じにはしようかなとは思っておりますが、やっぱりね、そうするとまたうねっちゃうんだろうなっていうのが、こう悩みでどんどんねループしていってしまいます。よくさ、髪がまっすぐになりますみたいな、シャンプーとかトリートメント、癖が気にならなくなるよみたいな、癖直しっていうのあるじゃないですか。いろんなね、あのメーカーさんが出しているもの、あれって髪の毛がダメージを受けてる人に効くらしいんです。もともとの天然パーマの人には効かないって実は効かないってネットを調べてたら出てきて、あ、そしたらもうやる意味ないじゃんみたいな、あのテンパーの人はどうすればいいんだと。あれ、ちなみに私はあの1回も染めたりしたことないですし、まあ、昔パーマはかけたことあるけれども、もうそんなのも過ぎ去っている。今髪の毛があるところにはもうないぐらいの、跡形もない状態のものなので、はい、いやー、なんかこう、そう、 SNS で流れてくる広告とかで、この泥パックを一回すればもうサラサラストーンな髪になりますみたいなのが、まあまあよく流れてくるんですよ、いろんな種類のがね。そうそうそう、ちょっと期待して見ちゃうんですよ。でも、あ、どうせ無理なんだろうなと、はい、いろいろ試しましたよ。私もやっぱり悩みだから、いろんなシャンプーとかトリートメントとかなんかいろいろ試しましたけれども、まあどれもこれも全然というかほぼほぼ効果がなく、はい、悲しい日々を過ごしております。宿毛矯正かけてるとね、やっぱなんか表面上はちょっとつるっさらみたいになるけれども、まあそれも持って1ヶ月ぐらいみたいな感じなので、全体的にね、はい、なんかこう高いお金払ったのになっていう、毎回こう悲しくなります、梅雨の時期。はい、皆さんの梅雨の時期の悩みってありますか？ちなみにもうね、梅雨イコール雨でお話ししますと、傘がね今年もうね3本ぐらい壊れてるんですよ。はい、
なんか駅前はすごく風が強くって、うっかりそこを通っちゃうと傘がダメになるんですよね。実はね、今日もね、ちょっと子供を送りに行った帰りに傘がぶっ壊れました。はい、風がビューンって吹いてガバーッ。まあね、あの安い傘なんですよ。まあ壊れたのも、はい、300円とか、はい、600円ぐらいの傘なんですけども、皆さんも傘が壊れるのには、皆さんも恐怖には注意して傘を壊さないようにしてくださいね。それではここで1曲お聴きください。近藤かな子のアルバムフラクションよりパレード。この番組では皆様からのメールを大募集しております。普通の歌より普通歌、近藤への質問、お悩み相談など何でも OK です。メールの宛先は K ステーションの X の DM から送ってください。シークレットにあなたのお便りがステーションに届くので、どしどし送ってくださいね。次回の締め切りは7月5日金曜日となります。それではここで告知をさせてください。来たるは6月23日、もう来週末ですね、日曜日に、近藤かな子生誕祭2024が開催されます。出演は私近藤かな子、そしてミューシーリエちゃん、場所は高円寺のシアターカフェプロセミアム、高円寺駅から近いところになります。お時間は昼の部が13時開場、13時30分開演、夕の部が17時開場、17時30分開演となっております。現地でのご参加のチケット代は3500円プラスワンドリンク代、そして、生配信もご覧になる方は3000円となります。お申し込み方法などはですね、近藤の X、 そして三好玲ちゃんの X の方に書かれておりますので、こちらご確認の上ご申し込みください。どうぞよろしくお願いいたします。配信もあるけど、ぜひ現地に遊びに来てください。現地で僕と握手してください。よろしくお願いします。そして近藤かな子の楽曲が各サブスクリプションで絶賛配信中となります。皆さんの好きな時間にぜひ近藤かな子の歌も聴いていただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。その他近藤の情報は X の方でつぶやかせていただいてますので、どうぞそちらチェックしてみてください。じゃあ今日は髪の毛の悩みをお話しした限りだったんですけれども、そう、髪の毛ね、今ほんと腰につくかなぐらいまで伸びてきたんですよ、長い方が。はい、でも最近すごく髪の毛を子供が引っ張るんですよ。すごく痛いんですよ。はい、なのでね、そろそろね、髪の
をもうちょっとすごく短く一回ざっくり切ろうかなと思ってます。なんかこういった髪型が似合いそうだよとかありましたら、そちら送っていただけると嬉しいです。一応そのりえちゃんが髪長いのいいっていうので6月23の日までは長くいようかなと思います。終わってからバッサリ切ろうかなと思ってます。はい、ぜひ皆様のご意見などいただければ幸いです。よろしくお願いします。それではまた次回お会いいたしましょう。お相手は隊長の近藤かな子でした。まったねー。この番組はターゲットの提供でお送りいたしました。MGP ログメインパーソナリティを務めるのはミステリーガールズプロジェクトのアイリです。よろしくお願いします。リスナーの皆様にはぜひ M ログで覚えてもらえたらなって思います。こういう自分進行で話をしていくのは初めてで不安でド緊張しているんですが、楽しんだもん勝ちだと思うので楽しみたいと思います。温かい目でや温かい耳で聞いてください。